百合テキスイ明治32年1月20日は、日本の江戸末期から明治初期にかけての臨済州の僧侶。よろしマきは意味な、郷は、テキスイ、無意質、うも安とも称する。姓は、百合百合とも、またテキスイしロきとも言う。丹波国イカルカ郡白道路村に、上田彦兵衛、母犬の三男として生まれる。父は、文政八年早くに没したので、 親類の京都府笠郡モ森村の静岡である、百合製材門宅に引き取られ、養子となる。そして父の遺言に従い、九歳の時に出家をして、笠郡行長村にあった、龍馬猿寺の住職、王法王について、出家得度する。この時奏明を、よろしまきと名付けられる。山和将は、病身で、教門奏六は進まず、もっぱら油薬の世話に明け暮れた。 その後、天保8年には、京都府舞鶴市倉谷にある、東山寺総堂で2年ほど修行する。美仙国の草原寺に、木山前大禅寺として入山していた道養をしたい。その門下に連なろうとして赴むくが、すでに入門者が多数であることを理由に謝絶された。3日間混成し続けて、ようやく入室を許されたのは、天保11年のことであり、適水19歳の時であった。 その後草原寺で県産を積むこと十年近くして、二十八歳の時に、木山禅寺の命により秋国、仏通寺の気候和尚の放火を助け止まること三年であった。火影五年に、京都に入り、京都佐賀光宅にある、洋行院の義堂和尚を訪問しそこに居住すること、約十年。文久二年、四十一歳の時に、天竜寺に指導に任命され、義堂に代わって、 総林を指導する。翌年には今日、洋行院から、流星県に移した。源氏元年7月に天竜寺が、戦火にあった時には、祖堂に入って天竜寺解散、無双祖籍の霊像を背負って、山林の中に避難した。源氏2年には、本山人暇に任せられ、新谷氏案と交代し再び洋行院に入る。明治1年5月に員、洋行院。 義堂宣言し、8月には地住民に転住し、全番職を司る。10月11日に、初めて臨在録を提唱する。明治4年に臨在州天竜寺派館長となり、12月には地住民を高木龍園に譲る。明治5年に大強制となり、全州三派の館長に選任された。明治11年3月には市である、ギ山マ来が宣下。 10月には、戦仏場を改めて仏殿圏報道となす。明治12年2月には奉仕である高木隆園を伴って東京に赴き、天竜寺が乱再剣の肝心について政府に、請願し、許可を得る。明治16年6月に新総道士縮屈を開け人へする。明治17年に臨休寺住職を兼ね、この寺を再興する。明治25年には、 天竜寺館長を竜園に譲り、自分は臨休寺に陰性する。明治30年に再び天竜寺館長となり再建工事を特促する。明治32年に臨休寺住職を辞し、天竜寺再建に専念した。工事がほぼ竣工した直後に病にかかり、臨休寺雲母案に錆びす。有名な敵水の寺の因縁のお話。たまたま敵水が、 手桶けのわずかなあまり水を軟気なしに捨てたところ、ギアマ来に一括をくらった。一滴の水をも生かせ、一滴の水を無駄にすることこそ、摂政なりと叱責をされたことが、その後の適水の人生を大きく左右する。この失勢を肝に銘じ、後年同号を適水と獅しである、ギアマ来の教えを忘れなかった。そしてその思いが、千月の時の次の、意になるのである。 草原一滴七十四年需要婦人が一外点、白衣に絵描く、火山寺さを、陰山を門見ンふとンもとつとむ元と山や来ぜんら水 ABCD、き幹全画法、第十五号発行千間工芸1991年、和しを淳教、造帝、日本仏家人名辞書東京美術、1992年、P178、和しを淳教、造帝、 日本仏家人名辞書東京美術1992年 P179 和塩純教造帝日本仏家人名辞書東京美術1992年 P179 ありがとうございます